こんにちは、砂川でたっぷりチェアです。今回はコナさんが作られたコース、ごめんを遊んでいきたいと思います。めっちゃ楽しみだな、やべえな。早速ね、サムネに驚かされるわけなんですけど、マリオやってるって感じがするんだよな、コナさんのステージはな。まずはツタで上に上がらせ、お、ここで関根、山根さんですね。これ山根さんってさ、固定じゃないんだよね、確かね。なんかありますね。やったぜ。なんかキノコを置くと、たまーに勝手に、山根キノコになるんだよね。確かね。あ、うね。これは、待って、コース名は空の島の向こうへか。空島に行かせてくれるんですね、これからね。違うね、もう空島にいるんだね。空の島の向こうに行くんだから。これ何だったんだろうな。ちゃんとサムネ見れば、もう一回見ればわかるんだろうけど、なんか飛んできたぞ。おお、ここでファイヤー。どうしよう。俺ファイヤーになるとすぐ避難するから、とりあえず山根さんのままで行きましょうか。あ、怖っ。足長え。マジ山根さん足長えわ。まずは中間ですね。ここで中間をいただけると。ファイヤーはスルー。例えば俺のファイヤー、あ、山根さんでも食らっちまった。ファイヤー、ファイヤーの言い方はあれです。フランキーから来てます。こいつ厄介だな。ワンピースのね、フランキーから来てるんですよね。フランキーのキャラがすごい好きでね。やべ、死んだ！オッケー。落ち着いてやれば、まあ、ね。お、スターもらえるのか。どうなってくる。あ、なんか黒いマリオが見えるな。光の、あれによるんだけど。反射のせいなんだろうけど。反射？オッケー。さあ、青ドクロに乗って。ジャンプだね。やったー。でも、1アップ取れなかった。では、ステージ2参りましょう。運びアパタメット。これはもうあれですね。空の世界へ、空の島の向こうへ。もう空島に着いてて、さらにその向こうに行ってたんですね。これはあれだね。島だね。さっき何だったんだろうって言ってたのは島だ。空の島を伝って行ってたんだな。これ一番最後のあのオブジェクトは何だったんだろうね。水かな？あれかな？水が滴ってる感じかな？イメージ的には。かなーって予想ができますね。さあ、5-2ですね。運びアパタメット。これは完全にアクションコースだろう。多分製品版にあるマリオ3とかこんな感じだったよね。雲のステージさ。いや、まさにじゃん。BGM。まさにだった。さあ、ここで尻尾ですね。中年尻尾マリオ、みんな大好き。この尻尾は本当に可愛いよね。さあ。どうなんのかな？どんな、あー、なるほど。お前も浮いてくるのか。さあ、乗れますね。ふわふわしていくんだな。すげえな。中年尻尾、中年、うん、もういいや。もういいや。さらにブーツにも乗れちゃったよ。これはもう無敵だな。これはあれか、おにぎりとサンマを持ってる状況かな。いや、おにぎりとあれか、塩焼きした鮎だな。これはもう最強の組み合わせですね。来た。勝ちゲーだ、これは。はい、出ました、勝ちゲー。お、葉っぱにも、羽つけられるんだね。俺の動画では初めて見た気する、今のは。まだ新しい発見があるか。嬉しい限りですね。マリオメーカーもう長いことやってるけど。もうすぐ1年か。いや、もう1年経って、あ、違う、来月で1年だ。いやー、こんなに続けることになるとはな。なるほどね。あいつが引き金で右上に行けるようになると。せっかくなんでコイン集めておきましょう。で、降りるのかな？降りる臭いな。いいのかな？降りて。オッケー。かわいそう。哀れだな。あいつ動けなくなってた。哀れなクリボー。哀れなクリボー。お、ゴール見えてきましたね。パウがありますね。そっか。叩けばいいんだ。あ、浮いた。なんか上にあったんだろうな、多分な。
いやー見たかったな、残念。ゴールの上に何かあったぞ。おう、よく見たらあれじゃないですか、コリドーじゃないですか。コリドーオープン、おおってやつですね。さあ行きましょう。すいませんね、 SAO 分かんない方は全く分かんないネタですよね。なんかありそう。うん、思った通り。ほっほっ、死ぬ。はい、コインがあります。落ちるとなんもねえ。なんもねえ。おでっていうんですね。お、来ました。 ティオシザルスムンチャクッパスで行くわけですね、今回は。さあ行きましょう。ティオシザウルスはさ、この、あ、入れねえし。ドッスンの上とかトゲの上にも乗れるのがいいよね。ああ、そういうこと。今回はそういう感じか。下から来るんだな。多分この、なんか出てくるんだろう。出てこねえんかい。これを右に寄せて、道ができて雑食プレイをし、雑食プレイをし、雑食プレイをし、雑食プレイをすると。で、多分ここ待ってれば、徐々に下がっていって、OK!OK、OK OK、と、よーし。で、右に入ります。中間ですね。今んとこ T オシザルスムンチャクッパスと、仲良くプレイできてますけど、なんかありましたね。1アップかな、予想。ちげえ、コインだ。やったぜ。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ここで、危ねえ、またティオシザウルスムンチャクッパスが、まあ、こんちゃっす。このまま一匹目で行きますが。はい。なるほど。なるほどね、なるほどね。そっか、そういう仕組みなんだ、今のは。これは挟まれて死ぬのは気をつけないと。さすがにドッスンは食えねえ。落ち着いて見切る。これ上になんかありそうですね。コインだ、やったー。バイ、コインばっかだな、最近な。ここで、踏み。え、やべい。あー、ティーオシザウルス。ムンチャクッパス。P、さらに踏み。ついにちっこくなっちまったぞ。大丈夫か。相棒もいなくなり。ただのちっちゃいおっさんになってしまったし。大丈夫なのかこれ。あ、なんか左上にあった。うわ、なんか迫ってくる。あれだけだった。コインだけだった、また。さあ来ました。参りましょう。でもこれ高さ的に。かわしていこう。攻めるスタイル、攻めるスタイル。全然近かった。なんか上にあったぞ。なかった。なんもなかった。OK。ステージ3クリア。さあラストですね。雲の上の神殿。うわぁ。これちゃんとストーリー立てられてるのがすげえよな。サラの島の向こうにサラに歩いていって、で遠くのね、回廊まで行きたいんでパタメットに運んでもらって、でいざ回廊入ってコリドーでここに着くわけですよね、雲の上の神殿に。すげえなマジでな。なんかラノベになりそうだな、もうすげえな。さあ参りましょう。まずは道ができます。下に多分ビタミン B1 ですね、予想通りだな。上は何もなし。これは今回は死に判定がめちゃめちゃあるから気をつけねえと。ああ、死んでった、ザーマー。これも死ぬな。あ、ザーマーザーマーザーマー。よいしょ。これはコインか。これもコインですね。さあ雲の道へ。ここはな、ここにゴッドエネルがいる感じだよね、雰囲気的にはね。おう、エネルかー。なんか最強の身とかって言われるよね、エネルはね。実際どうなんだろうな。ワンピースわかんない方がいると思うからあんまり深く話さないけど、エネルっていうね、ワンピースでめちゃめちゃ自分の好きな敵キャラがいたんだよね。悪の中の悪って感じかな、俺の中では。ドラゴンボールとかで言うとフリーザとかセルみたいな、そんな感じ。こっち、まあ右からでもいいのか。じゃあ右から行きましょうか。どうも、イチャップありがとうございます。これダメ。オッケー。これは入りますと。うん。なんか下にもあったね。いや、これは最初は大丈夫かな。行くべきは右下か。全く真逆来ちゃった。大丈夫。耐える。耐えしのぐ戦いをしよう。
お、なんかありましたね。おー、スターもらえるのか。スターもらえると、あ、飛んでいきたいね。はっ。上にコインがチビチビとあると。あぶね。この辺の上はどうなってんのよ。コインですね。基本コインかな。おお、思い出すね。8の3をやめてくれ、ほんとね。頼むから8の3を想起させるギミックは作らないでほしいね。トラウマなんでね、完全に。ん？あれ？お、はいはいはい。で、こうなって、踏み、オッケー、ツタが出てきて、バインが出てきて、うわ、やばい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 。隠しもこうやって、あれになるんだよね。すごいよね、これね。あの、隠しのブロックが、あのレールの上をの、に乗って、るんですよ。見えないけどぐるぐる回ってるっていう。おお、最後にボス戦があるわけだ。ん？あ、なんか降ってくるね。これやばいね。降りてくる。あ、コイン取っとかない。ダメだ。取れねえや。お、なんか一個減ったぞ。なるほど。で、もう一回来るんだな。どうなってパウが、あれかな、あれが、振って、あの砲台が、パウをな、パウってくれてんのかな。あー、なんかそうっぽいね。うわ。でもキノコが一個降ってくるな。どうやってスリートゥーワンあれしてんだろうね。この笛みたいな音は一体、どっから。あー、取っちまった。取りたくなかったのに。大丈夫。取らなくてもいい。取らなくてもいいんだ。オッケー。ああ、倒されたざま。M 級。あ、ここに繋がんのか。で、上どうなってたんだろう。すげえなー。ゴールだ。やったー。お疲れ様でした。無事。回廊突破。回廊突破後の神殿。ゴッドエネルも撃破。いや、エネルいないんだけどね。よーし。クリアいたしましたー。めっちゃ楽しかった。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。アディオス。すげえ、すげえ、マシンみたいになってる。おー、これはすげえわ。